ね、うん、ずっと無邪気なまま子供わかります。だからね、それどういう意味は、まあ、素晴らしい。今年はね、すごくいい年に入った。今年、2019年すごくこう、あの部屋の周りに用意したこととね、やっぱり今まで前に行ったものが目が出てくる年なんですよ。だから、まあ、準備してあのそれを整えていけばいいと思います。業務、仕事も